サンゴレイ .org は飛行機器に取り組む国際環境 NGO。350のネットワークは188カ国に及びグローバルな活動を展開。2015年により日本支部も設置されている。一般市民が中心となった積極的な地球温暖化対策を求める国際的ムーブメントの構築を目指す。化石燃料を掘り出さないお金の流れを変える。 脱炭素社会の構築を指針とし、化石燃料社会から再生可能エネルギー社会への移行を目標に掲げている。団体名は、気候変動のティッピングポイントを回避するための安全な上限値として知られている二酸化炭素の 350ppm が由来。2019年現在、濃度は 415ppm で、現在も上昇が止まっていない。オンラインキャンペーン。 草の根組織化、市民活動、及びパートナーグループや、組織の広範なネットワークとのコラボレーションを通じて、188、過国以上で数千人のボランティアオーガナイザーを動員。2019年9月のグローバル気候マーチの主催者団体の一つ、サンゴレイドット ORG は、地域、国からグローバルまで、様々な規模のキャンペーンを実行。投資撤退とは、 投資の逆つまり、非倫理的、または、道徳的に不確かだと思われる株、再建、投資信託を手放すことを指す。化石燃料ダイベストメントキャンペーンは、南アフリカでのアパルトヘイトに対する社会運動の成功例を教訓に始まりました。2012年の団体設立以来、11兆米ドルを超える運用資産を持つ1,110以上の機関が、 化石燃料からの脱却を約束。キャンペーン趣旨について350は次のように述べています。大学や宗教団体、年金基金、その他の機関は組織の運用に役立てるため、投資に数十億ドル規模の資金を託します。しかしその中には、化石燃料産業への投資もあり、投資家にとっても地球にとってもリスクがあります。 だからこそ、私たちは、各機関に化石燃料関連企業からの投資撤退を呼びかけているのです。サンゴレードと ORG は、キーストーン XL パイプラインを、環境問題の歴史においても重要な問題であると、指摘。NASA の気候学者であるジェームズ・ハンセンは、キーストーン XL パイプラインが完成したら地球はゲームオーバーである。カナダの微中面サンドに貯蔵されている。 化石燃料は地球上で最大の炭素爆弾への導火線だ。と述べた。パイプライン周辺における石油流出の可能性が指摘されている。周辺には1200万人以上に飲み水を供給するテキサス州のカレゾウィルコキサキファーがあり、また北アメリカ西部で最大の耐水槽で何百万もの人々や農業企業に飲料水や灌漑を供給している。 小柄ら,ら大水槽にも危険をもたらす可能性が指摘されている。パイプライン計画は経済的な恩恵がもたらされるとの主張にプロジェクト建設時における数千人の一時的な雇用しか生み出さないと 350.org は主張。350.org や他の組織のアプローチにより、オバマ大統領は2015年環境面の懸念を指摘し、プロジェクトを却下。 2017年にはトランプ大統領が就任早々に認可していたが2021年バイデン大統領は就任後初の主要な環境保護の行動の一つとしてパイプライン建設許可を撤回したサンゴレイドット・ org は世界各地で化石燃料の生産を制限または禁止する法律をサポートブラジルでは 水圧破砕に関する410の地方自治体の禁止、またサンタカタリーナとパラナの2つの州では、化石燃料の生産を禁止に導いている。2009年10月24日、350、飛行抗議のために、メルボルンで数千人のサイクリスト、気候変動対策の国際で、タガンログ、ロストフ州、ロシア、 2009年10月24日2009年10月24日のインターナショナル気候変動アクションデーはサンゴレーと ORG によって組織され2009年12月の国連気候変動枠組み条約会議に参加する代表者に大きな影響を与えた。当日181カ国で5200を超える同期アクションが行われた。10.1010 10 10 b r 3 5 0 o r g インバク、k アザービジャン2009年のインターナショナル、気候変動アクションデーに続くイベントとして、グローバルワークパーティーが開催された。各地元での具体的なアクションに焦点を合わせ、食事からソーラーパネルの設置、巨大な電力サービスプロバイダーの交代まで、世界中のほぼ全ての国々で何かしらの活動が行われた。 気候変動と異常気象との関連に注目を集めるためにコネクトドットというスローガンの下で2012年5月5日に計画された世界規模の一連のアクションが行われた。グローバルパワーシフトは2013年6月にトルコのイスタンブールで開催された135カ国からの約500人の気候オーガナイザーの集会をきっかけに 運動を組織化するスキルの共有と開発、パワーシフトイベントを組織化する既存の計画の構築、政治的整合性と明確な変化理論の構築、様々な国からの経験の共有、克服するための戦略などの目標、戦略が策定された。サンゴレイドット ORG は2013年の夏にサマーヒートキャンペーンを開始。サマーヒートアクションは カリフォルニア州リッチモンドの11カ所で行われた草の根の主催者、労働組合、農民、牧場主、環境正義グループなどが参加。サマーヒートキャンペーンで使用されたスローガンは気温が熱くするにつれて私たちも熱く。350は2014年9月21日に開催されたピープル気候マーチの開催に貢献。 世界中で2000のイベントが開催されました。サンゴレードットは・オ・ア・は2019年9月20から27日に開催されたグローバル気候マーチの主要な主催者の一団体。NGO、労働組合、社会運動の幅広い連合によって着用されたストライキはフライデー・フォー・フューチャー運動の学校ストライキに触発された。また、 デジタル気候ストライキも開催。公式サイトへの誘導リンクを各企業が導入しました。グローバル気候マーチの目的は、緊急の気候危機に注意を向け、政治、メディア、化石燃料産業への力強いアプローチ。マーチは、長期的に多くの人が参加するためのきっかけとして呼びかけられた。 185カ国で760万人以上がこの大規模な動員イベントに参加し、グローバル気候ストライキは歴史上最大の気候動員となった。映画、ドゥーザマスは気候危機に関する数学とともに化石燃料業界に挑戦する動きの高まりについて描かれた42分のドキュメンタリー映画。映画内では地球温暖化の上昇を二度未満にどまるためには、 二酸化炭素の排出量は565ギガトンしかない事実を訴えた。NASA の科学者、ジェームズ・ハンセンは、二度の温暖化は、実際には、長期的な災害の処方箋ですと述べた。サンゴレードット・オ・ R ・ G の創設者であるビル・マッキベンは、2008年に、ロチェスター工科大学で講演しました。サンゴレードと o R ・ G は、アメリカの環境保護論者であるビル・マッキベンと、 バーモント州のミドルベリー大学の学生グループによって設立された。彼らの2007年のステップトアップキャンペーンでは全米で1400のデモが展開された。この結果、2008年の米国大統領選挙でヒラリー・クリントンとバラク・オバマにエネルギー政策が変更。2008年以降、サンゴレイドット・ R ・ G はグローバルに活動範囲を拡大した。マッキベンは アメリカの環境保護論者、作家。世界で初めて一般市民向けの地球温暖化の本を執筆し、気候変動、代替エネルギー、地産地消経済の必要性について訴えている。国連のトップ気候科学者であり、気候変動に関する政府間パネルのリーダーであるラジェンドラ・パチャウリを代表とした多くの科学者が二酸化炭素の大気中濃度を350。 ppm に下げることに賛成を表明。一部のメディアは、このパチャウの支持表明が、350が躍進した大きな要因であったと指摘。マッキベンが2009年8月17日月曜日に、コルベアレポーツのテレビ番組に出演以来、サンゴレイドット・ r g は、知名度が一般に知れ渡った。マッキベンは、各地での講演を続け、ロサンゼルスタイムズや、 ガーディアンなどの多くの主要な新聞やメディアに環境関連の記事を掲載。2012年に350は行動変容のための2012カターバーアワードを授与。NASA の気候科学者であるジェームズ・ハンセンは 350ppm を超える大気中の CO2 濃度は安全ではないと主張。ハンセンは人類が文明が発達し、 地球上の生命が適応している惑星と同様の惑星を保護したい場合、CO2 を現在の 400ppm から 350ppm まで下げる必要があると述べた。2013年5月、ハワイのマウナロア山頂近くで CO2 を測定する2つの独立した科学者チームが大気中の二酸化炭素の量が 400ppm を超えたことを記録。これは、 300万年以上の地球の歴史の中で最高値。2019年5月には 415ppm を超え、その量は年々増加している。2009年のコペンハーゲン合意では、世界の気温上昇の制限として、摂氏2度が合意。2015年のパリ協定では、特に気候に脆弱な地域での摂氏2度と摂氏1.5度の影響の大きな違いを反映。 摂氏1.5度の温暖化が制限として導入されました。これは気候変動に関する政府間パネルによる2018年の報告書で改めて確認されました。そこでは世界の主要な科学者が温暖化を摂氏1.5度に制限する行動を最速。科学者たちは摂氏2度の上昇を下回るために人間は残り約565ギガトンのに 酸化炭素しか、待機中に注ぐことができないと推定。サンゴレイドと ORG は、世界中の300の組織との提携を主張しています。デズモンド・ツツ・ヒロツカサキョウ、アレックス・ステフ・フェンなど、多くの著名人が組織、または、運動を広めるという目標と公に、提携しています。ビアンカ・ジャガー、デビット・スズキ、コリン・ビー・イーバン。ありがとうございます。